今とは違う時代、どこかにあるというズアダルビワールド。長く平和が続くこの世界に突如として魔王マオが現れた。しかしメンタルの弱さを露呈してしまった魔王は敗走、自らの城に引きこもった。そして8ヶ月後、国王ラルさんから魔王討伐の勅命を受けた賢者聖たちのパーティーはついに魔王マオの城、魔王城へとたどり着くのであった。ついにたどり着いたのね、イオリ君。僕は賢者聖だけど、その通りだね、委員長。私も委員長じゃなくて僧侶チナだけど、よく来れたと思ってる、このパーティーで。だから8ヶ月もかかったんだけどね。でもこれが最後の戦い。みんな行こう。頑張れよセイ。キララも見守る。少しはやる気を出してください。フェリーリさん、キララさん、急いで復活の呪文を。待てよセイ。レイジ、アイラさん、どうしてここに。そんなことはどうでもいい。セイ、そいつらを復活させるのはやめろ。ここから先は今まで以上に厳しい戦いが続くわ。パーティーメンバーがそいつらでいいのか、本当にいいのか。やめちゃうの、イオリ君。その方がいいと思って。うん、否定はしない。よし、これで新しいパーティーだ。戦士、魔法使い、賢者、僧侶、ボス戦前としては理想的なパーティーね。うん、あの弱い魔王をもう一度倒すだけで勇者になれるなんてちょろいわ。何か言いました？何でもありません。ここに来るまで強敵がたくさんいたね。時間の都合で割愛させてもらったわ。この先に魔王マオがいるのね。よっしゃ、行くぜ。お待ちなさい。さっきはよくも見捨ててくれたな。しかもお祈りすらしてくれないなんて、危うくお金が半分になるところだったわよ。フェリーヌさん、ミホシさん、復活してる。ただの屍だったのに。それはこの僕、武闘家ニルスが彼らを蘇らせたからです。ニルス、あんまり面白いキャラじゃないから、酒場に置き去りにしてきたはずの君がなぜここに。いじめですかそれは。質問を戻して、どうしてここに。もちろん正義を貫くためです。魔王を倒すためとはいえ、あなたたちは仲間を見殺しにした。たとえ使えない踊り子や遊び人だとしても。えらい言われようだな。ねえ、僕はあなたたちを悪だと断定します。悪は処断されなくてはなりません。罪は処断されなければなりません。者どもかかれ。おー、面白い、やってやろう。誰が面白くないって。お前だ、お前。あの、こんなことしてる場合じゃ。ペロン、なんでお尻触ったの。ああ、酒がうめえ。飲んでるし。うさい。扉が開いていく。わいは何と言ってもエモシーンさんが好きです。ラルさんは無論ハモン一択だよ。ズアダルビ歴0080、国王ラルさんと魔王マオとの間に終戦協定が結ばれた。出演星野真里、